J リーガーで、今は J リーグの何でしたっけ、特任理事です。特任理事の坂東さんバンドさんです。特任理事、特任の理事ですね。っていうのはこれはどういったような、そのまあ24人ぐらいで J リーグどうやっていこう、ああやっていこう、これはいいですか悪いですかどうしますかみたいなのを話し合う場があるんですよ。ただでも特任理事なんで、議決権はなくて、周りでこうがええんちゃうああがええんちゃうとかってわーわー言ってる一人ですね。まあ、実はですね、坂東さんとは今 YouTube コラボということで、はい、坂東さんの番組で、今このまま流れてくる後半戦を今こっちに来てます、はい、よろしくお願いします。お願いします。超能ネットワークアイアム超能。長州さんが俺はお前のかませ犬にならないっていう名言があって、この会話はちゃんとお互いに分かってたのかってお互いに聞いたら分かってない、聞き取れてなかった。おい、アキラ、はい、お前尖閣諸島ついてどう思う？いや、もう長い間飽きてないからあなんでなんでトラップして反対側に。はい、これあお金事情、お金事情ですよ。お金事情いや J リーグはかなり儲かってるんじゃないかっていう意識があるけども、はい、昔その J リーグ開幕した時カズさん、じゃあそれこそ、まあ、2億3億みたいな話だったじゃないですか、もうこれはもう93年94年ぐらいなんで、95年ぐらいから本当だんだんこう下がってきて、僕は98年入ったんですけど、僕とかはもう最初練習生だったんで、もう月10万円でした。練習生月10万円で、で姫路の実家からガンバの練習場まで、一人暮らしもできなかったんで、電車と自転車で通ってました。例えば稲本とか小野伸二とか高原とか、高卒の一番もらえる金額が1500万円だったんで、だからそれぐらいの金額はもらってたんですけど、高校の時はチームは全国では出てないです。全国の決勝で負けたんです。地域の兵庫県の決勝で負けたんです。全国大会全国で出てないです。それでここまで来たの。はい、サッカーもやっぱ点取り屋あります。ここはあんまチームのこと考えないタイプですよね。まあそうですね、多いですね。自分が点取ればいいみたいな、そういう人間だけはできないですよね。そう思います。だからやっぱ思いやりのあるやつ、全体見るやつってやっぱだんだん後ろに下がってるし、だからあんま周りのこと考えない。最初若い頃は全く考えなかったですね。だから年取るごとにちょっとずつこう周りのこともやらないといけないなっていうのになりましたけど、若い頃は全然考えなかったです。自分がゴールしやすい球を、くれない時、こんなチームじゃ点取れねえ。いやもうそうですよ、怒りますよ、もう出せと、なんで出さへんねやと、ここに来たらこうやって決めれるのに出せよって言ったら、こっちもやっぱりこの合わせるんだよね。はい、なんかもう怒っちゃうんで、またパスが出てこなくなるんですよ。出てこなくなるんですよ。その辺がなんか難しいなと思いましたね、人間関係というか。ガンバを中心で、ガンバ、コンサドーレ札幌。札幌の、でビッセル、いましたいました。じゃあもう札幌で散々夜遊んでると。いやまあそうだったんですけど、まるでなんか札幌関係がないような。なんだ、札幌住んでたの。札幌住んでたで、その一人もんでしょ。いや、一人なんですね。そう、でヴィッセル神戸ですね。でガンバにまた戻りまして、でセレッソ大阪行きまして、でその後サガン鳥栖行って、大宮アルディージャに行って FC 琉球沖縄ですね。じゃあ何箇所もあってるの。7チームですね。7場所にじゃあ女がいたってこと。まあまあそうですね。レスラーのそれこそその給料とかで俺は給料だから、練習生のシーンなんか当時入った時も、もう基本合宿所で、飯もあるし風呂もあるし、洗濯も全部あるから、まあ、最初だから俺らも月10万円ぐらいの小遣いもらって、でやっぱ試合が始まるとデビューし始めると、うん、まあ1試合いくらっていうね、うん、1万とか2万とかみたいな感じのやつだったで、試合が組まれないとやっぱ入ってこないんですよ。そうなんですね。でもそれで最初の12年で、その俺らの時は坂口さんっていう人が社長の時に、じゃあ年俸制にしようっていう形にしてもらって、でようやくその時はまあだから85年か6年ぐらいの時にそういう業界として初めて年俸制を取って、それまではアメリカも全部1試合からで、それにさらにパーセンテージで例えば1万人フルハウスで入りました、はい、で収益が5000万です、うん、そしたら5000万に対してメインイベンターは何パーセント、みんながみこしを背負うっていう言い方を俺らするんですけども、はい、ただそのみこしを本当に背負ってもらえるような人格の人間だったらみんながやっぱりみこしは持つけども、まあそれに値しないやつでやっぱり一番はプロなんで、やっぱどれだけ会社を儲けさせるか、金を客を呼べるかっていうね、そこさえあれば多少おかしな人格的に、はい同意できないやつでもみこしは担いでくれるけど、ただ強いだけで自己中で基本はフォワードと一緒でやっぱり引っ張っていく、要は後ろ見て来てくださいなんてやってるやつは無理ですよ。スポンサーも大きなところがついてるわけじゃないんで、はい、やっぱりその興行収益っていうのがメインになってるんで、そこら辺がね、アメリカなんかもそうです。あ、そうなんですか。だから俺一回面白かったのがね、まだ若手の頃、カンサスシティっていうところで88年、はい、修行で行ってて、うん、トライアウトでもう来るんですよ。俺もトライアウトで行ったんですよ、ヨーロッパが終わって、でもう現地にクリスマスの試合に乗り込んで、で最初俺頭の中でちゃんと交渉人みたいなのがちょっといてくれたから、うん、その先輩がちゃんと話つけてくれてるのかと思ったら「もう今日現場で行かないと分かんない」って言って、うん、それはねえだろ」っていう話をしてて「いやでもアメリカはそのシステムだ」って、で、会場行って試合組まれて、うん、でそしてもう「うわいいよ」と「使おう」ということで。うんまあそんな感じの選手たちがいっぱいこうやっぱ来るんですよ。まあそのちっちゃい団体ですよ。でそこのところでベルト取って、で俺がチャンピオンになったから急にやっぱ周りが普通の呼び捨てのあれだったとか最後の敬語の「なんとかさ」っていうのに突然変わったの。ええと思って「なんだよこいつら」と思ってっていうぐらいパッツ変わって、でただ俺はやっぱそのアメリカの中で日本人なんかチャンピオンになったらもうアメリカの業界用語で、東洋系イエローかブラックがチャンピオンになったらビジネス落ちるというふうになってて、そしたらやっぱその通りそのビジネスが落ちてきたの、俺がチャンピオンになって、そしたら3週間4週間後ぐらいかな、周りのやつがもう差はなくなった、うん、普通にまた呼び捨てでタメ口聞いてきた。だからやっぱりそのトップのレスラーになってそこからグッと上がったら認めてもらえるけども、うん、上がんなかったらもうそういう敬語がないっていうね、まあ、だからそれがプロなのかっていうね、トップのレスラーが客をどれだけ呼べるかで、うんメインイベント取ってても客が2000人しかいなかったら、売り上げはもう5分の1ですと。なるほど。とかってなるとやっぱ他のレスラーがもうあいつがチャンピオンのとこ行ってもしょうがねえなみたいになっちゃう。ただまあサッカーはないと思うけど、俺らなんかその海外行ってたカンサスシティっていうところなんか、はい、もう俺が行った最後でそこで会社潰れちゃった、うん、で潰れる前の俺は4か月間ぐらい仕事をしてたから、うん、結局この4か月間一銭も金入ってこなかった、っていうのも取りっぱぐれとかね、あとあるんですね。そうだから、基本は海外なんかでの日雇いの関係のことと一緒で、うん、もう給料もらいにくいの、もらわないと振り込みがどうのこうなってもうバックレるプロモーターがいくらでもいるから、もう自分でこう取りに行って、っていう世界。いやでもサッカーはやっぱそのもうある程度年俸制なんで、うん、であとは、1試合出たらいくらとか、うん、勝利したらいくらとかっていう感じなんで、だからまあまっとうっすね。いやそこはだからシステムじゃちゃんとしてるよね、はい、ちゃんとしてますね。あのね、代表は代表でまた、はい、その練習期間とかあるじゃないですか、うん、そこはそこでちゃんと保証されるの？そこはでも日当みたいな形ですね。あ、でも保証してくれるんだ。日当でも日当1万円とかそれぐらいの感じです。あ、でもやっぱ結果出さなきゃダメなんです。そうです。でそこに代表に選ばれて、試合に出てで買っていくらみたいな感じとかなんで、だから代表に行ってそのお金がどうこうっていうよりかは代表はやっぱ名誉とかもうそういうところの方が大きいですね。はい、このお題を探して、はい、お題を探して、いろいろ話をしよう。じゃあバンドさんから。あ、いいですか。じゃん。上下関係。ああ、縦社会。この上下関係って、やっぱそのプロレスラーの人たち、そのどうなんですか、この上下。いや、でもね、スポーツだから一緒ですよ。一緒ですか。一緒です。だから、悪口言う人もいますけども、じゃあ面と向かって悪口をするっていう、まあ本当に喧嘩の状態になる人は。もう今から10年ぐらい前、大阪で藤波さんの40周年か45周年記念興行っていうのがあったんですよ、でそこに呼ばれて前田さんと長州さんで、この2人ももう喧嘩してるじゃないですか。あ、そうなんですか。そうそう。でそれから、藤原さん、初代タイガーマスクの佐山さん、ここら辺元 UWF って言って、一緒になったんだけど、もう分裂したの。で、藤波さんと、っていう普段集まれない人間たちが、まあ藤波さんっていうのが結構信頼を持ってる人ということで、藤波さん声かけて集まって、でそこにまあ俺も入ってて、で控室で何年も会ってなかった喧嘩別れた人たちだったから。長州さんと前田さんがこういう控え室にいてでやっぱ会話が始まんないんですよ。そうですね。それで「あ、変な雰囲気だな」とか思いながら「どうなるんだろうな」っつって、そしたら長州さんがまず最初やっぱ年が先輩一番上だから「おいアキラ」って言って「お前尖閣諸島ついてどう思う？」って言って。いやもう長い間会ってないから。やっぱその時の時事の話ねっていう話ね、時事ネタを振ったわけです。長州さんとしては時事ネタ。そして前田さんがどういう反応するのかなと思って、最近俺日本刀を、ね、趣味で集めてるんですけど、また全然違う回路。それを誰も拾わないのが分かったんで、前田さんは。で藤原さんなんか盆栽かなんかやられてるんですよねとかって言って、で藤原さんが「じゃあ俺は今あれだ、焼き物やってんだよ」焼き物焼いて自分でこういうふうにやってで、みんな独り言なんだよ。ほんで藤原さんから次に佐山さんに振ったのかな。もう振ったところで会話が止まったの。拾わなかったのもう佐山さんのタイガーマスク。これまずいなと思って、俺その日の前日、子供がまだ小さかったから、幼稚園の入園式、説明会に行って、でその時園長先生が幼稚園生も3歳4歳になったら自分で自分のことをアピールすることはみんな覚えますと、幼稚園で学ばなきゃいけないことは、育てたいことは聞く耳ですと、人の話をいかに聞くか、先生の話をちゃんと聞けるか、これがやっぱり社会出る時に必要なことですと、っていうのをその前日に聞いた人がこう見てて、確かにレスラー喧嘩の元になるのって人の話聞かないあれだよなってその時見て、でよく控え室なんかそうだったんですよ。滑舌が悪いじゃないですか、業界の人は。言ってましたもんね。天竜さんとか長州さんとか石波さんも。それでよくあったのが、俺らも困ったのが新弟子の頃、道場なんかにたまに星野勘太郎さんっていうのが月日で最初ついてて、電話かかってきた「なんとか誰だ」とか「あの前の洗濯物誰だ」って「どうするの？」練習来るから「洗濯物ちゃんと準備して置いとけ」って言われるのがもう分かんない。はいはい、何でしょうかって言ったら「てめえこの野郎」って言われるからで聞き直しても分かんないの結局。すいません、もう一回お願いします」って言って「なんとかでどうのこうの」とかって「もう一回お願いします」ってもう絶対もう明らかに喧嘩になるの分かってるからもう慣れてきたら「はい分かりました」って言って何言ってたか分かんねえなってで結局怒られると。でそれがまた後輩の場合それが派閥が結構相撲から来てた派閥の人と。それ以外の人と柔道系とかでそういう人たちが会話になった時に会話になってないの。でこの間俺長州さんと藤波さんにちょうどそう自分の番組でインタビューの聞いた時にやっぱあの二人が最初に長州さんが「俺はお前の釜川にならない」っていう名言があってそれで二人のバーッとこう勃発したと。であの時にその、うん、いろいろなんか、うんその後の試合でこう詰め寄っていろいろ言い合ってあの会話はちゃんとお互いに分かってたのかってお互いに聞いたら分かって聞き取れてなかった分かったお互いにそうただ雰囲気でこう多分言ってるだろう聞き取れてない雰囲気で「てめえこの野郎」っつって言ってるっていうねもうそんな感じのねだからね特に一つ前の世代の人たちは滑舌が悪い。はいこの人たちの会話は、ね、それが元で喧嘩になってる本当に仲が悪いんじゃなくて何言ってるか分からへんからそう何なんですかその一つ上の世代の滑舌の悪さってそれプロレスとは関係あるんですかいやーどうなんだろうだから結構ねありえるのは例えば同世代でいくと、はい、川田選手って全日本なんだけど、はい、全日本派なんだけども、はい、彼の方はこう歯がほとんどないのあれこれ入れ歯ですか入れ歯のこうやって取れるやつだからねこれ何言ってるかこれがねだんだんこう外れてきてるんじゃない結構昔のレスラー多いもん俺もここも前はあれだけど折れてるから多分ねそれなんじゃないかと思ういやでもその力道山ジャイアント馬場アントニオ猪木みたいなあの辺っていうのはそのやってる人たちからしたらどんな感じでなんか見るわけですかいや俺らはだからあんまりにその OB の名前が猪木さんにしても大きいから、うん、比べられても困るよなっていうのはだから俺なんかが、メイン張ってやってる時ってそのテレビはゴールデンでやってなかったで猪木さんたちってもうそのゴールデン金曜の夜8時っていうのでやっぱ知名度が違うわけああそうですねだからねその辺のところを同じ比べられても俺らゴールデンじゃないしどうしようもないっていうなんかちょっとそういうのはありましたけどもただ今がちゃんと振り返るとやっぱり猪木さんたちはゴールデンっていうそのステージに立たされたらやっぱそこの中でやらなきゃいけないことをちゃんとやっぱり、やってきた人たちっていうねそこのやっぱりあれは違うなっていうね。サッカーもやっぱ93年開幕当時カズさんとかが、うん、ラモスさんとかああいう人たちやっぱりゴールデンでやっぱり出てるじゃないですかそのプレーして知名度すごいもんね知名度全然違いますやっぱ勝てないよね勝てないです勝てないです、ね、今いくらねこうじゃあ YouTube で何やりましょうって言っても、うん、やっぱその地上波でゴールデンでやってるのとは、ね、これは全然違いますよねねだから今の選手たち多分レベルがもっとそれ上がってきててね、はいはいいや名前がまだ追いつかないっていう思い出って、うん、いやいやそう思いますそう思いますやっぱそんな選手たちやっぱ多いですもんサッカーやっぱもっとやっぱり大きくしないとダメだなと思いますよいろんな人に知ってもらえるように、はい、格闘技とかやってるスポーツもそう、ねうん、全般的に言えば、うん、ちょっと普通の社会の中ではまあまあそうですねはまらない人たちがスポーツを通じて、ねある程度社会人というかね、社会の枠に組み込まれるという多分そういうところじゃないですか。その中でもプロレスは多分さらにランクの低い、まあ学校の偏差値で言ったら多分夜間クラスぐらい、商業とかね、工業クラスだって夜間クラスのレベルの社会に適応しないいう人たちの集まりなんです。いやおもろいわ。ただ今は変わってきてる。まあ2000年ぐらいかな、2000年とその前のところでちょっと形が変わってきてて、結構その大学でのアマレスの選手ちょっとスマートですもんね、今の選手たちね。今は全然違う。いやでも長さんも結構スマートな方じゃないですか。その感じの言うとそうそう、だから俺は助かった俺も多分一般の社会ではちょっと外れちゃってたから、その世界に、プロレスの世界に入ってみたら、俺は常識人だった、やっぱ平成ぐらいの感じなんですかね、それまでは何々先輩、何々さんみたいな感じでしたけど、だんだんこうアカデミーと言われるような高校大学じゃないユースとかジュニアユースとかがだんだん J クラブができてくるわけですよ。そうなった時にはもう こっちの J クラブのアカデミー育ちの選手たちは、何々君何々君なんですよ。え、じゃあ例えばスペインに行ってるなんとか久保君なんかも多分その世代、いやいやそうですよ。だからその下の選手たちには久保君とか竹房君って呼ばれてると思いますよ。さんとは呼ばれてないですね。あ、そうなんだ。だからそんなのまずありえないじゃないですか、プロレス会じゃ。長州君とか藤波君とか猪木君、あ、マジでそれはそれでなんか面白いですね。いやそうなんですよ。だからそういうすごいやっぱそのプロレス業界に比べたら全然やっぱ緩いですね、サッカー業界。そんなもうバシバシこうのもそこまでない。いやいや、それやるの猪木さんだけですよ。いやでも俺これちょっとこの怪我、あ、怪我もしね、でも職業病がやっぱりその目だっていうのが、まあ目はそうですね、外にずっといるんで紫外線で、でそのこのなんかこう膜みたいなのが黒目に張ってきて、だからこの間目の手術して結構怖かったですね。30分ぐらいずっとこう先生のことこんな感じですから。目とかは全然大丈夫ですか、長野さん。いや俺だね、こっちはもう一回ガンってやられて、8個筋肉があるうちの、はい、やっぱり1個か2個とか伸びちゃってて、でだからもう斜視になっちゃう。疲れてくるともう多分もう上に目ん玉が上に引っ張られちゃうみたいな感じ、だからもう走るともうこのブレちゃってる、こっちだからランニングとかもやっても酔っちゃう。だから俺がもう引退したきっかけになったのはもうやっぱそのロープが、はい、もう二重に見えちゃうから怖くて、ロープを一歩間違えて外そのまま落っこっちゃう。そういうあれでもうやっぱ目に来ちゃう。目に来た。多分ね、膝どっちか悪い。膝はまあ右の膝とか左もまあ膝はまあ痛いですね。ずっと痛いですね。でも選手じゃなくなったらやっぱマシです。戻ってきました。俺はね、前十字と内臓が切れてるの、後半の切れてからはもうそのテーピングとニーブレストっていうのをつけてやってたんで、でそれやるとある程度動けてたんで、東京でやったワールドカップの時のどっかのイベントでドイツ大使館に呼ばれて、ちょっとボールがあったからこう飛ばしてパーッと取ったらこっちの足が抜けちゃってスカッとひっくり返っちゃった。歩く分にはいいんだけども、ただこっちにちゃんとした力がもう50/50の力になって、もう完全なこっちが70か80の力、こっちは添えてるだけで、それがあるから逆に体がこうおかしくなっちゃって、でもともと骨もおかしくなってるから、だからね、俺らはやっぱ OB とかってその圧倒がどんどんひどくなってきてる。あれ、カズ選手ってそういう怪我ないの？いや、カズさん強いです。やっぱ関節とか強いんでしょうね。だよね。はい。だ足首痛いっつって結構毎日氷のクーラーボックスに足突っ込んだりはしてますけど。ね、でも大きな怪我してないのがすごいよね。そんな大きい怪我してないですね。筋肉もそんなに肉離れとかもないですし。強いっすよ。強いんだよね。受け身ってやっぱその背骨に対して負担かかってるって。で、いや普通の人が人生でさ。後ろ受け身なんて1回取るか取らないかじゃん。まあそうですね。いやそうですね。それを毎日さ10、20とか受け身取ってて、それはやっぱ体はおかしくなるの分かる。そうですよね。もう試合10年ぐらいやってないですけど、やっぱこれ背骨がこう側腕症になってきちゃってる。背もやっぱりね2、3センチ縮んじゃってる。3センチかもっとか。あ、そうですか。要は関節もおかしくなってきてるし。っていうので自分も背中がちょっと痛くなってきてるからってやったら、やっぱもうね、背中もこういうにもなんて、それにさらにこう前後がこうずれちゃってる。どんどんみんなだから OB 系の人たちはもう背が縮んでる。猪木さんなんかは190ぐらいの人が、もう多分今180ちょっとあるかないかそれぐらい縮みました。縮んでる。あったらびっくりするよ。でこの間ライガーっていうでしょ。ライガーってもともと170センチぐらいしかない。それがね、多分あの人はまだ縮んでないけども、多分10年後にはね、140センチぐらい。30センチぐらい縮む。でもなんかあれがあるんですよ、まだ。これからゲームで。ですよね。サッカーゲームで対決がありますから。ですよね。長野さんと。ウイイレ。ウイイレでちょっと対決したいと思います。俺このゲーム初めてだ。初めてですか。多分はい。初めてなんですね。いや、俺やっぱバイエル。バイエルですか。僕どうですか。バスコダガマがいいですか。バスコダガマ。いや、それはだってバスコダガマでしょ。バスコダガマですか。で、選手をちゃんとレベルに全部下げてもらって、はい、一番補欠の選手ね。こっち79、85。これどっかアメフトのチームとかないの？じゃ低い選手をすればいいですね。3人ぐらい削ってもいいですよ。7対11とか。このゲームはアリアンツアレーナで行われます。革新的な外観を持つこのスタジアムはスタンドからの見やすさにも定評があり、世界中からフットボールファンが訪れています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。今ファーストハーフが始まりました。バスコダガマ対バイエルンミュンヘン、エキシビションマッチです。サイドの紹介です。左から右にバスコダガマ、画面右側がバイエルンミュンヘン。ああ、かああ、オフサイドか。オフサイドですね。吉は金ミッヒ。動かないですか。こっちですよ、こっちですよ。ああ、そうかそうか。違うボタンも。狙っていきます。ボール受けて、よっしゃー！勝ってー！いや、守備難しいんですよ。この人をさ、はい、人こっちっすよ。左の上を。シュート。いや、大きいですね、このボール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。ポストプレー。サイドのスペースを使います。スルーパスを出す。渡ります。ああ。右の上を押しながら走ったりダッシュしますよ。ちょっとそれ見せてみてくれ。あっ、マルセイ、おっ、あっ、おっ、あ、四角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 。ポスト当たりました。いや、本当っす。なんでシュートなんて四角っすよ。四角だ。シュート四角っすよ。ちょっと待って。もう一回チャンスです。もう一回パス、パス。あ、これ取りに行かないとくれない。よし、いつだ。なんで入らないの？押しすぎたんじゃないですか。やっぱその強さがあるらしい。強さもあるんですよ。このはい。これで入んない。うわ。これでダメじゃん。これ入んなかったらダメっすよ。じゃあ自殺店員やってみる。レバンドフスキ取ってみてくださいよこれ。よしよし、シュート、ここからシュート。よしよし、ちょっとみんな止まれよ。せーの。おお。ああ。シュートでも良かったですね今。今ね。今良かったっすよ。いいですね、見せますね。ここで。シ近くでこの後こぼれてますからね。いやそうっすよそうっすよそうっすよ。前半1-1。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。でも安野君さ、はい、右手だけでやった右手だけだって動かないですよこれ。そうですよ、うまい人とか本当うまいですからね。ドリブルドリブル。これ向いてる方向に蹴っちゃうんで、結構やっぱ向いてる方向大事なんですよね。ここで前を向けるか、どうする。あっくそ。あれコーナーキック。ああ、ノイアー。これ丸か、まああれですね。ノイアーそのままドリブルできないのかな。いや本当っすよ。お。ヘディングもね、その四角とかなんですよ。お。自分で行く。ああ、くっそノイアー。え？誰が嘘俺何やってないよ。アラバスえ、なんかやった。はい、なんかやったんですねこれ。いや完全にエリア内でフリーになってましたからね。今の選択は仕方がなかったんでしょうね。あ、こんなのおかしいよこれ。これはおかしいよ。これおかしくない？なんで俺操作しないときに反則してんだよこれ。おかしいよこれ。いやいや操作してんすよ多分。してないよこれ。これ動かしてどっちにどっちいやいやね。じゃあ権利としては真ん中から右までね。オッケーですオッケーですね。真ん中か右かどっちかですね。あ、そうオッケーですオッケーです。いきますよ。おお。今のもうそのまま操作しなかっただけじゃないですか。違うよ、俺真ん中絶対真ん中だと思う。サイドの意識が高くていいでしょうね。惜しい攻撃でしたけどもね。このまま追っちゃうかな。抜けてくるスルーパス。ああ取られたか。いいとこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。打っていった。あ、何やったんですか今。横にパスやってましたね。バスコダガバとしては最後何かアイデア見せたいですね。これうまいんですよね。お。ああ、今いいパスやったのにな。じゃあどれぐらい今度そっちがレベルがちゃんと好きなチームだよ。じゃあ僕ユベントスやりますね。どれぐらい違うか。はい。大した差はないと思うんだけど。はい。俺は。クリスチャローナと言いますからね。この時間はユベントス対アルゼロナ、こちらの一戦をお届けいたします。クリスチャローナといますからね。クリスチャローナ晴れの現地です。これですよクリスチャローナ。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。あ、取れないこれ。ああ北澤さん、本日のエキシビジョンマッチは強豪同士の対決です。見どころはどういうところでしょうか。レベルの高い同士ですから、やはりクオリティの高い試合が見れますよね。はい、まあその中でレベルが高いということはちょっとした差で勝負がつくので、そこは見逃さないようにしたいですよね。なるほど。クリシューガッテンガッテン。うー。やっぱシュートとかめっちゃ速いっすよこれ。こっからパスもらってキュッとドリブルして簡単だったですね。ですね。オッズの中であれだけ冷静にね打ててますからね。ダメだなバルセロナこれ守備が。なかなかできないですからね。見事ですね。あ、今バックパスしようとしたの。北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。あ、くそ。このゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。やっぱ早いな。ラムジーからディバラ、裏のスペースを狙う。さあどうする。おお。縦に送ります。バルセロナこれは奪い返します。もう永遠にもクリスティアーノが使いますからね。そんな簡単に引っ張らないぞ。確かに。バルセロナは先ほどから細かくパスを回すシーンが多いです。おお。もうメッシがイエローカードですよ。メッシがイエローカードですよ。今スライディングしてるから。ここで。ありえないじゃんだって。ひどいですよ。あんなのありえないよ。ひどいですよ。お。ラムジーからディバラ。クリスティアーノのマウンドには。おお。シュート激しいわやっぱ。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになりますユベントス。クリスチャン・ロナウドねえ、やっぱ当たりますね。このクリアボール次へつなげたい。よし前半終わりの声を聞きますか。シュートが四角です。バッツがパス。はい。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。シュート。結構遠くからシュートですね。ではセカンドハーフ見ていきましょう。ユベントスとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。はい、ここをかわした。ダメ。ダメ。ああ。クリスチャン・ロナウドのもうパワーで持っていきましたけどね。ファインセーブですよね。ダニエレ・ルガーニから長いボール縦へスルーパス。ああなんで何よバックパスしただけだよ。バックパスしたら強烈すぎてブエトラップしたらいや取ったらダメですよ。バックパス取ったらダメじゃないですか。ここでバックパスしておおそうか手で取っちゃいけないからだ。そうなんですよ。トラップして反対側にシュート。いやいいキーパスよ手足提言。さあバルセロナオウンゴールで失点してリスタートとなります。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手なだけにね。あ、オフサイド。後ろから来たから大丈夫です。おお。拾いたい。ボールを追いかける。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。来ました。入んなかったですね。今も入ったと思ってましたけどね。ここから。俺ね、これすごいね。いや、すごいっすよ。もう本物みたいっすよ。本物みたいっすよ。でもフォワードってさ、ああいうタックルとかされるの怖くないもん。うん、そうですね。それはありますよ。やっぱり危ないっていうのは。後ろからだから余計にですね。怖いよね。はい。お。メッシ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 。あ。奪います。最後のシュートがどうしてもあれですね。四角ですね。四角ちょっと押さえたんですよ。ちょっと長押しみたいな感じです。ちょっとメッシにボール。メッシどこいるんですか。メッシどこいるんですか。これかなメッシ。メッシこれじゃないですか。えどれ。メッシこれだ。そんな後ろ。これで変えないとダメですよ。全然メッシいないじゃないですか。ちょっとメッシどこにいるんですか。これですよ。これ変えてくださいよ。本当に。はい。これでもう一個。あれ全然変わんないですね。メッシのとこまで行きましょうか。うん。ああ終わっちゃいました。メッシどれだ。メッシだ。全然。いやー、ありがとうございました、長野さん。今日突き指してたから。あ、確かに指がちょっと調子悪かったですよね。今度はまだ万全で。万全で。よろしくお願いします。はい、わかりました。アイアンバンド。アイアン長野。ガッデン。なんでだめ言ってる、ダンスってなんでこんなことでやって、まああんまりちょっとなと思って。ああいうボーリング泉に来てきたの、うん、いや、よっぽどボーリング好きだなっていうレベルの回です。超能ネットワークが始まりました。皆さんもぜひご覧ください。アイアンチュー